ボブ・ジョンストンはアメリカ合衆国の音楽プロデューサー。テキサス州ヒルズボロ出身。祖母のマミー・ジョー・アダムズも母のダイアン・ジョンストンもソングライターであった。母は1950年代にジーン・オートリーのために曲を書き、その頃に作ったデモのマイルズ・マイルズ・オブ・テキサスは1976年にアスリープ・アット・ザ・ホイールにカバーされている。海軍を除隊後、 ポートアースに戻り、母と共同で、地元出身のロカビリーミュージシャンのマックカーティスのために曲を書いた。また、ジョンストン自身、1956年から1961年まで、ドン・ジョンストン名義で数曲、ロカビリーのシングルを発表している。それから1964年までの間に、ニューヨークに移り、カップレコードで、プロデューサーの職につき、フリーランスでアレンジや、 ソングライティングの仕事も行った。ソングライターのジョイ・バイヤーズと結婚。1965年6月16日のライクはローリングストーンのレコーディングをもって、トム・ウィルソンはボブ・ディランのプロデューサーの任務を解かれ、同年7月29日からジョンストンがディランのレコードを制作することとなった。ディランとは1970年の新しい夜明けのセッションまで関わり、その他サイモン ガー・ファンクル、レナード・コーエン、ジョニー・キャッシュ、マーティ・ロビンズ、ニュー・ライダーズ・オブ・ザ・パープル、セージなどのレコードを手掛けた。1971年にプロデュースした、イギリスのロックバンド、リンディス・ファーンのアルバム、フォグ・オン・ザ・ティンは4週連続で、全英アルバムチャートの1位を記録した。レナード・公ーが1970年のワイ島音楽祭に出演した際、キーボード奏者、または、 ギタリストとして公演をサポートしている。2015年8月14日、ナッシュビルで死去。83歳ボーツ。妻のジョイ・バイヤーズも2017年5月10日に他界した。ありがとうございます。